ラジュワリアン、ラジニカーンとダヌーシュは、インドの映画監督、プレイバックシンガー。タミル語映画のスター俳優、ラジニカーンとの長女であり、夫ダヌーシュ主演のサンデ監督デビューした。ラジニカーンと,とラタラジニカーンとの娘として生まれる。妹サウンダリアーラジニカーンとも映画制作者として、タミル語映画で活動している。2004年にダヌーシュと結婚し、 2006年と2010年に二人の息子を産んでいる。スタービジャイのダンス番組ジョディナンバーワン第3シーズンの審査員をサンギータ・クリッシュ・ジーバと共に務めた。2003年に JD= イコール・ジェリーのホイッスルでプレイバックシンガーとしてデビューし、2010年にはセルバラガバンのアイリティール・オルバンで助監督を務めた。2011年8月、 アイシュワリアーは夫ダヌーシュとシュルティハーさんを主演に起用した3の制作を発表した。彼女の重低アニリューダラビチャンダルが作曲したホワイトディスコロベルディが人気を集め、映画は公開前から観客の期待を集めた。2015年7月にはテンエンターテインメントの名前で YouTube チャンネルを開設することを発表した。2016年8月に自伝スタンディング オナーアップルボックス、ザストーリーオブ、映画アルアマングザスターズを出版し、同月中に UN ウィメンの親善大使に任命された。ありがとうございます。